体育の日の今日、子どもたちが日本を代表するトップアスリートと一緒にスポーツを楽しむイベントが北区で行われました。スポーツ庁などが開いたイベントにはおよそ1万7000人の家族連れらが参加しました。子どもたちは世界的に活躍するトップアスリートと一緒にジョギングをして汗を流したり、スポーツの体験教室でオリンピック選手などから直接競技のコツを教わったりしました。選手の方々にいつもはめったに会えないので、間近で教えてもらって嬉しかったです。教えてもらって試合とか頑張れそうな、オリンピック選手になりたいです。一生懸命学ぼうとする姿勢がすごく伝わってきて、なんかやりがいのある水泳教室でした。子どもってすごいなと改めて感じました。イベントを通して子どもたちが大きな刺激を受ける一方、指導したアスリートたちも子どもたちからスポーツと向き合う上で大切なことを教わっていたようです。